ジョイボーイって誰？海の森のポーネグリフを読んだの。彼は一体誰に謝っているの？読めるのか、あれを。私はオハラの生き残り。言いたくないことは言わなくて結構よ。いや、知っておることは教えよう。お前たちになら。ジョイボーイというのは空白の百年に実在した地上の人物なのじゃもん。最低でも800年前の人ね。あの文章は当時この島におった人魚姫に宛てられたものじゃもん。魚人島との約束を破ったことへの謝罪文だという。約束？内容は詳しく伝わっておらんが、いずれ必ずジョイボーイに代わって約束を果たしに来る者が現れる。それがわしら王族に伝わる伝説じゃから、我々はその日を信じ、先祖代々ノアを見守り続けることが彼との約束。来たるべきその時、初めて巨船ノアは使命を授かるんじゃもん。今日島の上空で全てが終わった後、半壊のノアは海の森へと運ばれたと聞いたわ。海王類たちによってね。ノアを使おうとしたジョイボーイには海王類を動かす力があったのかしら。いや、その力を持っていたのはかつての人魚姫の方じゃもん。やっぱり。では白星姫にもその力が？ああ、おそらく今日完全に目覚めたはずじゃ。嬉しくは思っておらん。わかるわ。2年前私は空島で古代兵器の在りかを示したポーネグリフを読んだの。場所は確かにここを示していた。ジョイボーイと同じ時代に生きたその人魚姫、もしかしてこう呼ばれてたんじゃないかしら。つまり同じ力を持つ白星姫もこれと同じ名を受け継ぐことになる。彼女のもう一つの名は古代兵器ポセイドン。